はい、どうぞご覧ください。中島勝人です。私は5年ぶりで何回目かちょっと忘れちゃったんですが、表彰されまして本当に感謝申し上げます。さっき石田さんもおっしゃってましたが、私2017年前回の衆議院選挙無所属で立候補して、1年間一人会派無所属ということで1回も質問できない期間がありまして、その分先の国会は社会保障を立て直す国民会議、その場で、いろいろ思うこともあり、やれることは全てやろうと、そういう思いで、国会活動した結果見過ごしいただいたということで、地元の皆さん、また支援してくれる多くの皆さんに、これご報告できることを感謝申し上げます。ありがとうございます。なんで無所属ですか？国民とか立憲なんで入んない？前回はもちろん民進党として出ようとした、あの突然の解散総選挙、地元も大混乱しました。当時私山梨県連の代表として、やはり無所属で出て一つにまとまって、選挙を戦うことが望ましいだろうということで、その後が今なわけですが、先ほど来先生方おっしゃっているように、なんとかですね、私は3期生なんですが、民主党政権も知らない世代、そういう世代が新しい活躍していく姿をですね、国民の皆さんに見せることを頑張っていきたいと思います。今の理由はどこが違っているんですか？私はですね、医者なんですけど、こう見て、安倍先生やと違ってこう藪医者なんですけど地元へ帰ってもご高齢の方や多くの方がやはり社会保障の不安、多く抱えていて、負担と給付の話ありますけど、疾病構造の中身の改革しない限り、この社会保障の不安取れないと今の安倍政権にはできない。私の一番の目標はそういう。中身の改革ってどうするの？話長くなっちゃいますけどやはり今給付と負担、人口構造の変化の改革にばかりになっていますが、疾病構造が大きく変わった生活習慣病とか、そういった疾病構造が変わったことに対応するべく改革をしないといかんと、私の場合は日本版家庭制度を作りたいという具体的な目標がありますので、これなんとか実現していきたいと思います。前回今の社会保障はみんな不安を持ってるんだよ。その通りです。頑張って。はい、ありがとうございます。